どうも、最近プリングルスのサワークリームオニオンにめちゃくちゃハマっているものです。ただそのプリングルス、言われれば気になることがあると思うんですよ。プリングルスって丸い筒のようなものに入れられて販売してると思うんですよ。あの円柱の入れ物、なぜあんなに硬いと思いますか？なぜなんでしょう。はい、どうもピョキンです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、びっくりトロールコース、サプライズトロールバージョン6ということで、今回この画面で一番注目したいところ、ベストタイムを取ってる方見てください。ユタって書いてるんですよ。僕と同じ名前ですね。だからなんだと自分で思っております。そしてこのコースを作られてる方はミオさん。こんなにアバターと名前が一致しないような人は久しぶりに見たような気がします。ということで早速やっていきましょう。クリア率は 1.68%。 そして説明文にね、遊ばれる方はストレスのたまらない鬼って書いてたんですよ。そんなにストレスのたまるようなコースなんでしょうか。今回開幕おろし、なんかこれありそうじゃない？なんでしょうか。コインか。開幕コインでしたね。それじゃあこの右開くんじゃないんですかね。あ、本当にあった。あ、開幕骨。開幕速攻右行かない方が良かったね。なんでこのまま右行った。あつ、え、最初バブル出てこんくなかったっけ。早く行き過ぎたら出てくるみたいな。なるほど、そういうことっぽいよ。本来だったら開幕熱っていうところだったんでしょう。ここでチェックポイントが取れたね。ここはピンクコインよコースか。じゃあ左上から攻めていきたいと思います。ここは上を出発大丈夫。あ、危ねえ。無事避けることができました。で、ここでヒップドロップしてオンオン帰ると、うわ、裏の後ろに連れて行かれたじゃねえか。これ何、テレサか。今回はテレサがタイマーを張るっていうことですね。だがしかし、僕は武器を持ってるよ。亀の甲羅というこの武器を持って帰りました。この辺でヒップドロップしてみようか。で、そしたら砲台に引っかからないって感じでしょ。で、ここはドカンか、それとも蹴ってブロックを壊すのか。蹴ってブロックを壊して左に逃げようか。ここに逃げておきます。なんもない感じか。じゃあ B を押して右にダッシュ、それが正解でしょきっと。うわ、絶対こっち違うやつよ。何ここ。よし、死に耐久っぽいよ。なるほど、あの鉄器をどんどん運んでこいっていう感じかな。こうやってリズムよく、ナイス。こういう死に耐久好きだよ。いや、あのブラパが邪魔くせ。うっそ、はいはい。で、ここのタイミング、マジであのブラマーが邪魔くさいんだけど。いや、絶対この死に耐久攻略してみせたいと思います。あのブラマーさえいなかったら結構簡単だと思うんだけどな。で、このタイミング、よし、でもう一回、うっそ、肌邪魔しないで。このタイミング、よしよしよし。で、次は、はっ、はっ、悔しい。あ、なんで僕じゃないんだって。この身体験攻略させてよ。普通の人だったらこのまま先に進むと思います。でも僕は納得ができません。自称身体験フレッシュとしてこの身体験を絶対に攻略してみせたいと思います。あんなやられ方気に食わないで。じゃあここで一旦鉄球を止めておこうか。鉄球止めておいて、こっからブラパが下に行った後に、うっうっ、よし、来た。なんで壊すの。待て、バネも邪魔してくるっていうことか。そう、ブラパとバネのダブルコンボだね。でも絶対に負けません僕。ここで、ここ、よしよしよし、次こそ、やった、来た。ここでブラパが通り過ぎた瞬間、こう、うわ、あの花がマジで邪魔くせえ。難しいぞこのコースは。コースっていうかこのミニゲームだね。もう一回、もう一回だけチャンスちょうだい。ボートスクロールまだ来ないでね。頼む、まだ来ないで。やめて。何度でもやめますよ僕は。この新耐久絶対に攻略してみせる。もう悔しいもん。なんかね、今までさ、新耐久ってあんまりクリアできなかったやつっていうのはあんまりなくてさ、もうちょっと待ってね、こっからマジで集中していい。このタイミング、よし、来た、はいはい、やったー。なんで。なるほど、ブラパにやられるっていうわけじゃないで、オートスクロールにやられるっていうわけね。それじゃあ C 耐久も攻略できたことだし、このまま先に進みたいと思います。で、この P スイッチは、あの、踏んでも右を失敗したらいけないっていうことが分かったね。なんで踏んで何もしない、そしたらそこに連れて行かれるの。やるじゃねえか。誰だったっけ、ミーヨちゃんね。この名前が一致しない感じで。じゃあ上を進化しておけばよかったんじゃないの。そしてツタに捕まる。ナイス、この状態で右
右下に渡れるっていう感じでしょ。さあ進んでいきますか。このハテナは怪しいな。ちょっと叩いてみようか。その瞬間ドアにある引っかかりませんでした。それじゃあ次の土管入っていきますか。次は右上の土管に入っていきたいと思います。で左下真ん中の下右下のドアっていう感じでいきましょう。ここは何？なるほど、ジャンプしたらいけないっていう感じか。やり直しは効かねえか。じゃあここは何もしなかったら繋がっていきたいね。これはジャンプしたら絶対隠しブロック出てくるやつでしょ。やりやがったテレサが。じゃあここは左押しっぱ。それで大丈夫だ。ここも隠しブロックが設置してんのか。ここもあるでしょきっと。ナイス。でこっからジャンプして右に渡ると、はじゃあここは上のツタに捕まっておいてこのまま右に行く。そしたら砲台来ても大丈夫でしょ。ナイス。でここできっとさあれ出てくるよ、火力が出てくるよ。火力って言い方ちょっとおかしいけど、変化球は出しなよ。もう読めました。きっとこの場所で僕を叩いてここに追っておけば大丈夫っていう感じ。あ、危ね今貫通してくれたからよかったもの。じゃあこのままもう落ちてこないから大丈夫そうだね。でどうしよう、左を進歩する、左を進歩する、正解。あ、行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ、大丈夫だねこの場面はクリアできたっていう感じなんじゃないかな。さあ次は、左下になるのかな。あえて真ん中とか行ってみる。どっちにしよう、どっちにしよう早くいいからどっか行けよ。入れねえじゃねえか何これ、熱いやん。じゃあ次はこの青の土管に入っていきたいと思います。何があるんでしょうか。また青の土管があるね。こっから入れってことか。でこっから本番っていう感じだね。さあもうオンオフしかないと思うんだよね。オンオフしたらどうなる。で右に逃げようか。こっちでやってみるでしょ。あっ、いや熱い熱い熱い。でもう一回オンオフをして右に進めるっていう感じなんじゃないかな。やってるねきっと。でここでスーパージャンプ。じゃあここはジャンプして上を失敗しろってことかな。なんかツタみたいなのがあったよね。なるほど。でこのまま上に進めと。どうしよう、ここはハテナを叩くかちくわブロックで降りて下に行くか。絶対ファイヤーフラワーが出てくる。ここに。そうでしょ。あ、合ってる合ってる合ってるって。え、これ合ってるのかな。で降りて右にダッシュすればいいと思うでしょ。絶対それはだ。左の方に突っ込みたいと思います。それが正解。石親父。いやここ右ダッシュでいいのかな。一旦右ダッシュしてみるよ。大丈夫。なんでそういう上手い仕掛けをしてくんのダブル魚でてて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 て、はい、てて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 てから左向く。それが正解なんじゃないかな。来ました。これで何個目今3つ目か。これであと2つ集めればいいっていう感じっぽいね。それじゃあ次の土管かな、ドアかな、入っていきたいと思います。それじゃあ残された道は1つ、このドアだけなんですよ。やっていきましょう。じゃあ変だってじゃあこのドアに入った瞬間ポーンを回避しろっていうことだね。そしてここでジャンプして、あっ危ねえで、このボム兵が爆発して右に進めるっていう感じでしょ。いや大丈夫大丈夫。いやどうしよう、ここは右に行って50個いやこの穴は信用しない方がいいね。でここで一旦さ叩いて取っておこうか、ピンク。これが正解なんじゃないかな。そしてキノコを取って、うわキノコ取れねえのってこと。どこ行って、なるほど、あの左の針の方があるじゃん、あそこに行けってこと。でも行ったら閉じ込められるんじゃないかな。じゃあこの上に行ってみたらどうなる。絶対この上に何かあるんだよきっと。あ、なるほど、この状態で右上に行けばもう開いてるね。この開いてる状態で進めば土管に入れると、そういう感じだね。そしてここでビッコインが2個手に入ってラストのドアに入れるっていう感じだね。さあラストのドア普通にゴールさせてくれるんでしょうか。どうなんでしょう。あ、左上なんかボム兵出てきたね。なんか意味だ。やったやったやった、普通にゴールさせてくれるパターンだ。ありがとうございますめっちゃ面白かったこのコース。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。
シュッ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 。螺旋手裏剣というこのコース、サムネを見ると右側にコインが一つあるだけ。あのコインを取ってゴールするということでしょう、きっと。ただコインを1枚取るだけなのに、クリア率が 0.99% とめちゃくちゃ難しいコースですね。制作者さんはネココネコという可愛らしい名前をしてるのに、コースは全然可愛くない模様ですね。それじゃあ早速やっていきましょう。雲の足場に乗ってコインの場所まで目指すっていうコースだと思うんですけど、実は僕こういう張りコースめちゃくちゃ苦手なんだよね。最初行き道だけ確保していいから、左下の雲に乗って真ん中の雲でしょ、そんで左上の雲に乗って上から右に行くっていう感じかな。そしてコインを取ってドアの方に行く。これでいけそうだね。それじゃあ本番開始だね。いや違うんだって、さっきの雨つぶってて、こっからが本番開始だよ。でこっから右上にジャンプしてコインを取っていく。これでゴールなんじゃないかな。あっさりクリアしちゃいました。え、うわ、最後にちくわブロックが5個ぐらいあったよね。っていうことはもうめっちゃ早く行かなきゃいけないね。これなかなかいいんじゃない。そしてこっからこのドアに入る。もったいね。クリア率が 0.99% っていう謎が分かりましたね。これなかなかいいんじゃないかな。こっからマジスーパーマッハで行くよ。行ってくれ、頼む、お願いします。残り2秒では絶対これ間に合わんでしょ。残り0秒。これ間に合わんくらい相当早く行かないけんよね。多分ね、あのドアに入る時点で残り5秒ぐらいないといけないんだよね。っていうことはもう今の時点でドアに入っていかなきゃいけないっていうことでしょ。この行き方だったらもうコインを取るために5秒かかってるもんね。他に行き道が多分あると思う。もしかしたらさ、こっから右にジャンプしてコインを取って上から左に行く。ちょっとやってってみるね。この真ん中の下から右にジャンプ、これめっちゃむずいね。ヘイヘイ、そうさ、 100% 勇気、もう頑張るしかないさ、僕たちが持てる輝き永遠に忘れない。惜しい。 いや最後の残り1個のちくわブロック、あれがマジで鬼門だね。あの1個さえクリアできればこれでゴールできると思うんですよ。頼む、クリアしてお願い。残り2秒、1秒0秒、どうだ。あっ、いや何度でもやりたいと思います。僕はこのコースをクリアして忍者検定1級を、これは来たんじゃない。あ、残り5秒あるよ。頼む、4 3 2 1 0。やった。忍者検定1級だね。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。